皆さんこんにちは。屋久島尾之間からお伝えしております。今日は尾之間の神社を紹介します。ここは昔から神社変わったばっかり、新しくなったばっかりの神社ですね。前とちょっと場所が違うんですが、尾之間の神社、保食神社と言います。ちょっと入ってみましょう。ここは尾之間の皆さんが大切にしている神社です。保食、食を保つというからには、やはり食べ物に感謝をして、奉納していたのでは、いろんなものを奉納していたのではないかというふうに考えられますね。ここにもやはり神様がいるのでしょう。ここの尾之間はどっちかというと農家世帯が多いところです。ですから当然、食を保つということは大事だったことであって、食を、食べ物を大事にしたい、絶やさないようにしたいというところから保食神社と名付けられたんではないでしょうかね。上がっていきますと、結構新しい神社です。由緒記が書いてますね。いろんなこと書いてます。28年にできたんですね。平成28年、最近ですね。このように、保食神社、実は私間違っています。受け持ち神社って書いてますね。保食ではなく受け持ち神社なんでしょう。失礼しました。ここにルビが打ってあります。受け持ち神社、そういうことなんでしょうね。入ってみましょう。測ります。神様がやっぱりいそうですね。城を見るとこのようになっております。尾之間の受け持ち神社からお伝えしました。本日もお付き合いいただきありがとうございます。心より感謝しお礼申し上げます。